こんにちは、ウルです。今回もね、めっちゃ喉ガーンってなった。今回も青鬼オンラインやっていきたいなと思います。で、昨日はね、アイデンティティ、第五人格やったんですけど、やっぱ面白いね、あっちも。あっちもあっちで面白いんですけど、やっぱり青鬼オンラインの方が見てくれる人が多いので、待って、なんかすんげえやついる。待って、見せて。いやー、ちょっと待って、行くな。なにこれ。岩石ロボみたいな。すげえ。小生さんかな？小生。うん。すごい名前ですね。で、まあ直していくんですけど、あ、直してくれてるね。いいね。なんかみんなでかいね。さっきね、これちなみにこのナマズスキン、皆さん、こんなの持ってたっけって思った方もいると思うんですけど、これは、あれですね。青玉ガチャをさっき引いたら、出ました。いいですね、これ。ナマズ見たことないんだよな。でも、本物のナマズ見たことあります？僕見たことないんですよね。多分、画像でも見たことないかな。多分。うん、全然見たことないんだよ。ポケモンのナマズだけわかるんだけど、それ以外のナマズの情報が僕の中で何一つないんですよね。オッケー。じゃあ、ここ直します。うわ、すごい！なんか、身勝手の極意の猫がいる。かっこいい。いいな。僕もその、オーラ。まといたいな。いいな。で、普通にやっぱ第五人格も面白かったね。なんかよく分かんなかったんですけど、ルール分かんなかったけど面白かったですね。あそこ一個直したら勝ちか。じゃあそうだね。やばんばんばんやばんばん急にエレアスキン獲得お願い。 Thank you so much。 どうする？そこにタムロされるとね、すごい困るんだよな。OK。間違えた。無理だ。バカがよ、おめえらは。OK。ノース。バカ野郎。やばいね。ちょっとやばいね。あそこの周りに。オッケー。今だ。オッケー。じゃあみんな行くぞ。あ、そっちなの。僕わかんないからさ。オッケー。やばい。これはやばいね。こっちから下から行けます、じゃあ。オッケー。でね、逃げるゲームウルさんうまいですねって言われたんですけど、マジっすか？逃げるゲーム僕うまいっすかね？でも逃げるゲームやっぱ楽しいよね。みんな来い。よし、みんな逃げたんじゃない？うわ、初めてかも、みんな逃げ切れたの。やった、はい、今回もやっていきます。いいな、やっぱそのオーラ欲しい僕も。で、暴走族さんもいるんですけど、いいな、暴走族スキンもいいな、それ。いいな、なんかみんないいスキン持ってるよね。なんか僕だけあんまりいいスキン持ってないんだよな。やっぱりなんか青の塔みたいなやつを進めないとダメなんですかね。わかんないけど。で、青鬼バージョンもやりたいんですよね。これ青鬼バージョンいつになったら解放されるのか教えてほしいな、ちょっと。で、今回雑談何も用意してないんですよね。何も用意してない。いきなり死んでる。大丈夫か？ OK。うらうらステージさんが。やられております。来れるかい？うん、オッケー。で、稲妻なんですけど、最近ね、マリオカートをすごいやりたいなと思うんですよね。マリオカート8デラックスかな？スイッチのやつ、やりたいんですよね。でもさ、なんか今、マリオカート9が出るんじゃないかっていう噂があるらしくて、でもさ、今さ、8デラックス買ったら、9が出た時にもったいないじゃないですか。だから、どうしようかなと思って。でも、やっぱり、やりたいんだよな。でも、多分、下手くそなんですけど、楽しそう。普通にマリオカートとか。でもね、画面録画をね、する方法を僕は持ち合わせてないので、直撮りになっちゃうんですよね。なんか、機材も結構値段するんですよね。いくらぐらい？ 3 万ぐらいするんですよね。だから、ちょっとどうしようかなってずっと思ってるんですよね。思ってるまま何ヶ月かも経っちゃってるんで、何ヶ月、1ヶ月ぐらいか。渡ってるんですけど、マリオメーカーとかもね買ったんですけど、ちょっと下手くそすぎて、もうちょっとね、あれですね、
今は青鬼オンライン週間なので、青鬼オンライン週間が終わったぐらいにやろうかな、マリオメーカーは。で、最近ね、またチャンネル登録してくれた方が一人増えまして、昨日だっけ、あげた、グミの、やつ。なんだっけ、追いかけグミランドだ。っていう、自分オリジナルのグミが作れる動画をね、見ていただいた方がいて、その人がね、チャンネル登録してくれました。おーっと、危ないね。え、ラストじゃねえか。こっちか。こっちのやつ治ってないのかな？あれ、治ってる。あれ、どこが治ってないんですかね、これ。探し回ってるんですけどー、探しまして、超姿勢。危ねえんだ。危ねえんだ。いや、こいつの顔腹立つな、このナマズ。ビカ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 しやがって。え、R、あと1個、どこ？え、R、本当に？怖い。どこにあるんだろう。全然見つけれないね。下手くそすぎるな。逃げることはできるんですけど、ちょっと場所がわかんないんですよね、いつも。ここも治ってるもんな。ラスト1個どこ？教えてください。あ、なんか、話す。僕は木なんだ。はい。ここ出口だもんね。やっぱりわかんないな。めっちゃみんな追いかけられてるじゃん。でもみんなうまいね。全然死んでない。さすがです。ここも治ってるでしょ？あ、6になってる。ありがとう。誰かが直してくれた。ごめんね。全然場所わからなくて。え、急に来るやん。やばい。めっちゃ来てる、急に。いた？やばい、みんな死んでる。ちょっと、出口を開けておきます。誰か直してくれるでしょ。お願い、誰か直してて。これ、開けるから。その間に開けるから、これ。お願い、誰か直して。オッケー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 。開いた。じゃあ、助けに行きます。どこで死んでるのかがわかんないからさ。いた！オッケー、セーフ。タコライスさんはどこ？いや、いた！あれ？ああ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ逃げよう、みんな。もう逃げれるでしょ。うわー、初心者で草が死んだ。初心者で草、どこだ？そっちか？オッケー。これでもうみんな逃げれるんじゃない？オッケー。でも出口開けてます、皆さん。褒めてください、僕のことを。出口も開けておきました。はい。はい、みんな来れる？何やってんだ、みんな。みんな？大丈夫？え、なんで死んだ？なんで死んだ？なんで死んだ？うわ、時間制限見てなかった。うわ、マジか。じゃあ逃げたらよかった、一人で。もう、マジで最悪だ。さっき時間マジで見てなかった。一人で逃げた方がよかったな、それだったら。うわ、マジか。ショック。まあ、やっていきます。気を取り直していきましょう。はい。青鬼バージョンやりたいな。これ、青鬼バージョンいつか放せるか、後で調べてみようかな。次の動画ぐらいでね、青鬼バージョンやってみたいですよね。OK! どんどんやっていくよ。どんどんやっていくよ。OK! キャリーちゃんも来ました。なんかすごい、なんか、マラカス持ってる。なんかこういうさ、なんか帽子かぶったしんちゃんの絵があったよね。なんかサボテンが追いかけてくるみたいな。あれのやつ見たんですけど、どんなんだったかな？あ、あれ面白かったな。見たことある。見たことある。でもやっぱしんちゃん。しんちゃんで一番好きな映画で、みんな何かっつったら、大体ね、みんな大人帝国だっけ？あれがね、面白いっていう人もいっぱいいるんですけど、僕ね、あれ最後まで見てないのかな？なんかでもね、なんか大人が見るとすごい感動するらしい。でも、僕当時子供の時に見てたんで、ちょっとあんまりわかんなかったんですけど、僕が一番好きな映画は、あれですね、ロボ父ちゃんのやつが一番好きかな。ロボ父ちゃんの映画見たことあります？あれマジでやばいから見てほしいですね。めっちゃ感動します。あれの後、他は、あれだね、なんだっけ、踊れカーニバルみたいなやつあるじゃん。あれがトラウマっすね。絶対みんな、いやーいやーいやびっくりして戻っちゃった。エニピッピ、エニピッピお願い。エニピッピ？
いや、生きてる生きてる、あれ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 、死ななかったさっき、あれ、あー、待機してる、待機青鬼、なにそれ、あ、行ってる、じゃあ行こう、オッケー、なんで下行ったんだあいつ、バカだバカだあいつ、オッケー、こっちから行きます。あのね、踊れアミーゴみたいな、アミーゴだ、踊れアミーゴみたいなやつの風間くんのお母さんのやつがトラウマすぎて、あの泣きましたね、当時僕怖すぎて泣いちゃった。あー、キャリーちゃん死んじゃった目の前で、うわー、ごめんキャリーちゃん、そこはわからん、僕も逃げたしね、逃げてたしね、エニピッピ、エニピッピさん、うわ、なんかすごい横になんかバードみたいな、おお、危ないよ、あ、でももう全部あれだね、受けだから、あとは出口をポン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 するだけ、あー危なーい、じゃあ誰か、あの、あ、エニピッピさん仲間助けてて、あー、トトちゃん死んじゃった、ミナちゃんを助けて、ミナちゃんを助けてください、え、どこ、え、ちょっとわかんない。ちょっとエニピッピに任せていい？ここちょっと開けてます僕、じゃあ。オッケー、ナイス、エニピッピ。あ、来てる来てる来てる。連打してるから早く来て。早く、早く、早く来い、早く来い。オッケー、開けました。来れる？危ない！ちょっとごめん。ギリギリまで引きつけて逃げます。どう？いける？いけた？どうですか？あー、逃げてる、ミナちゃん死んでる、エニピピナイス、逃げろ逃げろ逃げろ、オッケーオッケー、センキュー、はい、やっていきます。うわ、なんか兄弟みたい、いいね、じゃあやっていきたいと思います。じゃあまずここから直しましょう、でこれラストにします、このゲームで。どうした？みーちゃん？え、みーちゃん？みーちゃん？おー、オッケー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 。びっくりした。みーちゃん、こっち直そうぜ、一緒に。みーちゃん？みーちゃん？一緒に直そうって。え？でね、昨日、ブルーロックっていう漫画ひたすら読んでましてね、皆さんブルーロックって読んだことあります？ブルーロックっていうね、めちゃめちゃ面白い漫画あるんですよね。多分もうすぐアニメ化決定すると思うんですけど、サッカー漫画だね。めちゃめちゃ面白い。すごい斬新な設定でね、なんかサバイバルサッカーゲームみたいな感じなんですよね。あの、出てくる登場人物が全員フォワードで、あの、ストライカー、点決める人ね。その人らだけが出てくるっていう。で、フォワードだけのチームを作って対戦みたいな。めちゃめちゃ斬新で面白い。いやでもそうだよね、やっぱみんなフォワードって感じになるよね。もうサッカーの原点の原点まで行ったらさ、なんでお前は横ステップしてんだ、いや来るんかい、やっぱ面白いブルーロック、ぜひ読んでいただきたーい。もう危ない危ない危ない、やっぱサッカー漫画いいよね。僕稲妻イレブンがねすごい好きなんですよね。稲妻イレブン皆さん知ってます？稲妻イレブン、あの豪炎寺修也とか吹雪史郎とか遠藤守とかそこら辺が有名かな。あれね、マジで面白い。ファイアートルネードのやつですね。漫画じゃない、アニメの。でもね、あれ知ってます？あれってね、実はアニメが原作じゃないんですよね。あれ、もともとゲームが原作で、ゲームを作った後に漫画を作って、アニメ作ったんですよ、あれ、実は。意外だね。僕もね、めちゃめちゃ好きなのに最近知りました、その設定。みーちゃん死んでるやん。なんか今画面バグった。あと他にあるとすれば、キャプテン翼とか。でもキャプテン翼全然見たことないんですよね。まあ、スポーツ系で有名なのは、あとは配球とか。あ、そっちか。オッケー。じゃあ助けに行きます。配球もね、最近見終わったんですけど、めちゃめちゃ面白いね、配球。ぜひ皆さん見ていただきたいですね。どう面白いかっていうのはね、ちょっと詳しくは、あれ言えないんですけど。まあ、青春って感じでね、やっぱいいですね。逃げる？おい、ギリギリまで来れるかい？横ステップ？横ステップ？危ねえ！チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。